短時間降水予測と対流初期構造の定式化ということでよろしくお願いします。筑波大学の若月と申します。今回はこのような機会を発表の機会を与えていただきましてありがとうございました。そうそうたる皆さんの後で、ちょこっと個別の発表をちょっとさせていただきます。タイトルはこちらにありますように上流下層物質による短時間降水予測と、対流初期構造の定式化ということで大きく2つのこちらの話とこちらの話2つ分かれていますが、関連性のある話になります。目指すところは短時間降水予測です。局地的短時間降雨を精度よく予測することは防災上重要です。で現在の予測システムは積乱雲の発生消滅を含む進化の予測精度が悪いために20分から2時間先程度先の将来予測はニーズに対して十分ではありません。でそこでまあ10分程度の間隔で更新される予報解析サイクルを念頭に置いた簡便なデータ同化システムを考案し今後一例に適用することを考えます。先ほどから出ていますような、降水予測には2つ、方法があります。レーダーエコーの時間外層を、ベースとする手法と、モデルによる予測でこちらは予測時間で縦軸が予測精度になりますが時間外層による予測は、急激に精度が低下します。でモデルによる予測は、先ほど三好さんの話にあるような積乱雲の内部構造が同化されているようなケースは別ですけれど、そうでない普通のモデルだと最初の立ち上がりが精度が悪いという特徴があります。まあ、その間の予測精度は、少し落ちてしまうわけなので、精度が落ちてしまうんですけれどここには積乱雲の生成消滅を、含むような予測をしなくてはいけませんのでやはりモデルベースで考える必要がありますのであります。まあ、そこで積乱雲の内部構造を、きちんと表現した、モデル予測を、ここに考えます。短時間でのアップデートで構造を含んでいる。で、非常に重い計算を考えるんじゃなくて簡便なシステムで軽い計算で予測することを念頭に置きます。でここで考えなくてはいけないのは、積雲対流に対するデータ同化の問題として、強い線形性が挙げられます。先ほど三好さんがご紹介されたものに相当しますが、例えば、水物質の観測だけ与えられたときにそれで構造が積乱雲の構造が全て決まってしまうわけではありません。水物質が与えられていれば、そこに上昇流があるのかあるいは、積雲対流の後半のステージである下降流が卓越するようなステージなのか、それは観測してみないと分かりません。でかといって観測をしようとするんですが延直流の観測なんかは、デュアルドップラーレーダーによる観測なんかが必要だったりして非常に、コストがかかります。なので観測の不完全性があります。これをカバーするためにはやはり観測データを充実させて、ビッグデータにしていかなくてはいけません。で、解の、このように、石油対流のデータ同化に対する問題の本質は、解の多重性です。与えられた観測に対して取り得る状態が複数あるというのが本質的な問題です。なので例えば4次元変部法とかアンサンブルカルマンフィルターとかで議論されている、まあ、正規性に基づく誤差論の話は一旦後回しにします。でそれよりも、そうではなくって、観測データの構造や力学的バランスそして置き方なんかを、ここでは考えていく研究を紹介します。で、ビッグなお金を持っているわけではありませんのであくまで簡便な、手法を念頭に置きます。考えた、方法は、上流下層加湿というものです。で例えば、レーダーにこのオレンジ色のものが積雲対流に伴う、強い雨域だとします。で、時間を追っていくごとに、エコー強度が強くなっていきます。で通常だとこのエコー強度に相当する水物質をデータ同化しようと思うわけですけれど水物質だけデータ同化してしまうとそこで支える上昇流がありませんので落ちてしまうだけです。で上昇流があるのか下降流が卓越しているのかよく分かりません。でそこでこの
雨水の情報ではなくて、この雨を作る積乱雲を生成させる初期構造を観測データだと思って、上流側に、この時間より少し前の時間に、観測データとして疑似観測データとして同化してやることを、考えました。用いる手法はあくまで、簡便な方法なので、今回は、ナッチングでやっています。で、同化するのは今回は、積雲対流の初期構造として加湿を行います。上流の下層が重対流構造よりちょっと厚みを持った下層が、飽和するような水蒸気混合比を、観測データだと思って、同化してやるということをやってみました。用いるデータは、気象庁の合成レーダー画像、だけです。とてもちっちゃなデータです。水平解像度1キロで10分ごとに更新する。で、更新したら2時間先まで予測するというのを繰り返していく計算をしました。対象とした事例は、埼玉千葉で竜巻を発生させた2013年9月2日の事例です。モデルはクレスを用いました。で、結果を、一つ紹介しておきます。これは、竜巻が発生した時のレーダーエコー、画像になります。これは多分スーパーセブンに伴う積乱雲の、エコーだと思います。で、これを、この画像から、移動ベクトルを求めてやって、移動ベクトルをもとに、その上流側の下層を加湿するという動画をします。で、どのぐらい遡るかというと、今回は、30分遡る実験をやっています。データ同化なしだと、これに伴う、降水分布は再現できていませんが、リードタイム0分、10分、20分、30分、60分と、あるように、強い雨域が2つあるのが、比較的良好に、再現できていることが分かります。まあ、さすがに30分、60分前になるとちょっとぼやけてきますけれど、多少は、それに伴う強い雨域が、このような簡便な方法でも、再現できることに、なります。で、今30分逆流させる実験をしたんですけれど、それを逆流時間を、まあ、0分、10分、20分、30分、40分と変えてみた時のスレッドスコアを、検証しました。予測が0分、20分、40分、60分先のものになります。強い雨域、10ミリ以上の降水域の、スレッドスコアで位置ずれを少し考慮しています。見ていただくと、おおむね、20分程度、10分から20分程度の逆流時間を設定してやれば精度が高いことが分かります。これは要するにどんな時間かというと、積雲対流に伴う強い雨をディテクトして、で、その積雲対流が生成する種から、強い雨が、発生するまでの時間がだいたいこのぐらいだということに、なります。以上をまとめますと、大気下層の大気上流下層を、加湿することで比較的精度の良い短時間降水予測が、可能になって、逆流時間10分から20分程度で、がちょうどいいということになりますが、もちろんたくさんの問題点があります。まず、移動ベクトルの、まあ、推定精度の向上が必要ですし、時間外層予測とのブレンディングが必要になります。それから、観測されていない対流、観測、例えばここにあるように、現実には、起こっていない積雲対流が、強い雨がここに再現され、シミュレーションされていますが、これを消滅させる、仕組みも必要になります。それから今回は、上流の下層を加湿するという方法を取ったんですが、あくまで、対流の初期構造として最適というわけではありません。で、この初期構造をもうちょっと高度な、より自然なものに置き換えてやることを、研究しています。なぜかというと、より現実的な初期構造を、置いてやらないと、その後の、積乱雲の進化がの表現が少し悪くなります。短時間降水予測は積乱雲が生成して消滅して、その外出流と環境風の収束によってまた二次的な
積乱雲が立つ、それらも含めて予測したいと思うならば、初期構造というのは、比較的現実的なものを置く必要があります。で、静穏な大気の中に、大流の初期構造、初期の雪道を埋め込んで大流を立たせるという方法は非常に古くから行われていて、まあ、一番古い方法だとウォームバブルが有名なところです。自由対流高度付近にこれは温位偏差ですけれど、ある大きさの温位偏差を置いてやって、まあ、この温位偏差が、ある衝撃を与えて、積乱雲を、生成させるというものですが、この、初期構造の設計というのは基本的には現実に観測される大流の初期構造というのを想定して作られているわけではありません。でまた、ブルックスの、本に書かれているんですが、このシーターダッシュという温位偏差の強さを変えてやると、ある強さでは二次的な対流が、でちょっとまた変えると三次的な上昇流が起こったりして、どの強さが適切なのかというのを決めるのは、あまり、簡単なことではありません。で他にも、大流の初期構造の定式化にはいろいろありまして、連続的な加熱をしたり下層収束を得たり、連続的な上昇流をナッチングでフォーシングしたり、で先ほど、紹介していますように下層を、飽和させる下層加湿の方法が、主な、方法になります。すでに下層加湿というのは、積乱雲のスケールではないんですけれど、ヨーロッパの方でデータ同化に使われています。で下層加湿は非常にいいんですけれど、湿り気だけ入れているのでちょっと湿らせすぎているというところがあります。そこで、下層の、まあ、積乱雲の積乱対流の初期構造としてより適切な加熱と加湿を扱う、手法を、開発しました。で名前はエアリフティングブレンディング法という名前に、しております。まあ、皆さんご存知の通り、空気、下層の空気を持ち上げますと最初は乾燥断熱原理で温度が下がっていき、持ち上げ行列高度以降より上層では水準断熱原理で、温度が下がっていきます。で、自由対流高度より上では浮力を生成し、そのより下層では、圧力経度力で持ち上げ、で結果的には、冷却域が生成されます。でこのような、構造が、まあ、ある与えられた大気で空気を持ち上げてやるとこのような構造が出来上がるわけですけど、下層にたくさんのエアパーセルがあると想像して、中心付近ではたくさんの空気を持ち上げて、中心から離れると、少ない量の空気を持ち上げると、仮定して、その持ち上げる量をガウス関数で定義してあります。でそれを自由対流高度よりちょっと上の方まで、持ち上げてやると、持ち上げてやって、持ち上げた空気の温度と、環境場の温度のブレンディングによって、温度のプロファイルを作ることができます。でその方法が、ALB 法と、開発した ALB 法というものです。でこちらが、その温位偏差の延直分布の違いを表したものです。こちらが従来の、ウォームバブルの方法で、水平延直方向に、方向で、ここに温位偏差があることが分かります。一方、ALB 法では、上層に加熱、下層に冷却、でコンタで示したのは雲水混合比ですけど、水蒸気も加えてやるし、雲水も生成してやるような、偏差を作ることができます。ウォームバブルの方は温位偏差の値を、決めてやっていましたが、ALB 法の方は、持ち上げる量が、関数で、パラメーターで、この量ですね、量がパラメーターで決められていて、温位偏差の値というのは、診断的に求めることができます。でこの2つの方法で積乱雲を作ってやって、反射強度を比較しました。再生器の構造、これ WB と、ALB ですけど、まあ、ほとんど同じようなものを作ることができますが、その後半の構造が変わってきます。これは最大上昇流の時間変化ですけど、
実線が ALB、 点線がウォームバブルになりますが、広範に二次的な対流をウォームバブルは発生させているのに対して、 ALB は二次的対流というのは、生成させていないことが、分かります。また、ALB 法というのは、持ち上げる空気階の、ここにあるシグマ R と書いてあるんですけど、空気の持ち上げる大きさを調整することで、マルチセルの構造も作ることができます。これは観測されたレーダーエコーの分布なんですが、ほとんど同じ大気環境下でシングルセルとマルチセルの積乱積雲対流が、ほぼ同時に観測することができます。で、延直構造を見るとこちらがシングルセルでこちらがマルチセルの積雲対流になります。で、これを生成させるのに、変えたパラメーターは ALB の、加熱の水平方向の大きさである大きさに対応するシグマ R というパラメーターです。小さな、加熱を置いてやるとシングルセル、少し大きめの加熱を与えてやるとマルチセルの構造を、再現することができます。で、このように、非常に、いろんな与えられた大気環境下で、より適切な積雲対流を ALB 法は、作り出すことができると、考えられています。式は省略しますが、ウォームバブルはちょっと不自然な、変動を伴っていますので、その後の、その対流の初期構造を維持観測として使って、短時間降水予測を行うような場合には、ウォームバブルとかそういうものではなくて、今回開発したような ALB や、仮想加湿のような、がいいんではないかと考えているところです。まだまだ開発途上ですが、引き続き研究を進めていきたいと思います。以上です。若月さん、どうもありがとうございました。それでは何かコメント、質問等ある方、よろしくお願いします。加湿のアイデアがすごい面白いなと思ったんですけど、事例解析の時は狙っているターゲットだけを加湿してるんですか、もう領域全体にこう機械的にそのエコーがあったら何分前のやつを全部加湿するっていうふうにやってるんですか。はい、今回は10ミリと、いくつかパターン書いたんですけど、10ミリという敷地を打って、その敷地以上の降水域の領域をそのまま上流に移動してやって、その領域の形で加湿しています。そうすると、例えば、シミュレーションでは出てて消えないっていうのがちょっと問題ってありましたけど、エコーでは出てなくてシミュレーションで出てしまってるところを逆に検出するとかっていうのは意味あるんですか。それは例えば消すっていう効果に使えるのかな。消す方法はちょっとまだすぐに開発する気はなくて、情報が散逸した状態のものを元に戻すのは割と大変な作業です、うん、何も情報が散逸してないものに種を置くのは割と簡単なんですけど、散逸したものを戻すのは割と大変なことです。で、今これ事例解析なのでサイクルを組んでないんですね。でサイクルを組むと、ずっと継続的に10分サイクルが連続的に動くわけですけど、その連続サイクルによって、こういった偽物っていうのはある程度消えてくるんじゃないかなと思ってるんですけど、それでも消えないものに関しては、例えばちょっと乾かすとか、ちょっと壺をしてやるっていうかあるんだろうなと思いますけど、例えば何だろう、収束があるから発散を置くとか、そういうのはちょっとめちゃくちゃ過ぎるので慎重にやらないといけない。それでその収束の話もちょっと気になったんですけど、加湿しただけでうまくいくってことは、ある程度収束もあったっていうことが前提になるんですかね。あ、もちろん、すみません。加湿をしただけでちゃんとできるっていうのは、収束場自体はある程度出ていたんだけど、水が足りなかったからうまくシミュレーションできなかったというシチュエーションには自然に考えられるんですけど、そうじゃない場合もあるのかなと思って。あ、加湿の効果は、はい、基本的にシーンを、対流抑制を小さくする効果になるんですよね。
要はもうほとんど衝撃がいらなくて積乱雲が立つようなものになりますので、 あえて上昇流とか収束とかあんまり作らなくても、ほんのわずかな衝撃で積乱雲が立つようになります。でそれは現実的かどうかというとちょっと微妙で、現実には滑走は圧力系努力でもって何らかの強制的な上昇流が渋滞流行のであって、それで積乱雲が立ってるわけですから、まあ、完全に現実とぴったり一致するようなものではないと。仮想化して、まあ、効率的に積乱を立たせてくれるんだけれど完璧ではないと思っています。じゃあその例えばドップラーのデュアルドップラーの風速とかで、例えば収束どうかとかっていうのが一方でありますけど、そういうことを無理やりやる代わりに、まあ、こっちもこっちである種の無理やりかもしれないけれど、収束はまあ置いといて試合への限りなくゼロに近づけておけばできる可能性が高いだろうというような、そういう感じですか。今回の研究は仮想化室も ALD もそうなんですけど、風はいじってなくて熱と水蒸気しかいじってません。でもちろん風を入れる必要がないかというとそうとも思ってないんですけれど、風を同化すると悪影響も出てしまうことがあるかなと思います。特に安定戦争中ではあんまり現実的で、ちょっとした誤差で現実的ではない重力波が生まれたり、例えばドップラーレーダーだとドップラー速度のありとなしの領域で視野や渦が生まれたりとか、でそれがまた別のありもしない積乱を立たせてしまったりとか、そういうことにつながったりする可能性もあるので、最初は慎重に扱っています。で知りたい情報としてはやっぱり強い雨があるんだ、そこにあるんだという情報が第一次的に一番ですか、我々としては大事にしている情報 で風のデータはその環境が、例えばシアーラインがあったらそのシアーラインはどういうシアーラインだったかというのを表すようなものには、その風の情報というのはすごく有益だと思うので、今気象庁で現況化されているデータどこに置いてはすごく有益なんだろうなと思うんですけど、石油大陸の構造を理解正確に測ろうとするときに、一番大事かどうかはちょっと分からない、ちょっと微妙かなと。分かりました、ありがとうございます。他はないでしょうか。収束の範囲を変えただけでシングルセルとマルチセルになってしまうのはなぜですか。すみません、これも収束ではないんですけれど、持ち上げてる空気を持ち上げてる、スケールを、変えています。でこれ持ち上げてるって言っても実際に風を入れてるわけじゃなくて、持ち上げた結果の場を作ってるんですけれど、そのスケールを、変えています。でなぜマルチセルとシングルセルの違いができるかは完璧な答えは、まだ言えないんですけれど、大きめの上段を与えると少し大きめのサーキュレーションが、仮想のサーキュレーションができます。ちょっと一部しかないんですけれど、すみません、ALB 法で加熱を与えて、これ鉛直と水平の分布図なんですけど、まあ、こういうサーキュレーションが作られるんですけど、このサーキュレーションが少し大きなスケールを持ちます。で大きなスケールを持つと循環の寿命が長くなる。で石油対流の、水平スケール自体はシングルセルもマルチセルも大して差はないんですけれど、寿命が違っていて、視野のある環境においてはその長い寿命が、上昇流をちょっと傾かせたり分裂させたりして結果的にマルチセルを作っているような印象を持っています。ありがとうございます。他ないでしょうか。いいでしょうか。それでは若月さん、どうもありがとうございました。